ヘルベルト・プロ・ハスカは、オーストリア・ウィーン出身の同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。1980年代を通じて、オーストリア・ブンデスリーガと、イタリア・セリエ A で活躍した。愛称の、シュネカールは、縮れた髪の毛を意味するウィーンの方言で、若い頃の彼の髪型に由来している。長年にわたり FKA ・アウストリア・ウィーンの中心選手として、活躍。 4度のリーグ優勝と3度のカップ優勝を果たす。1980年にセリー a の名門インテルへ移籍。2シーズン目にはコッパイタリアで優勝。1982年には同リーグの AS ローマに移籍。初年度でリーグ優勝を果たしスクレットを獲得した。当時外国人に対して比較的閉鎖的であったセリー AA でプロハスカが 各クラブの主力選手として活躍したことは、以降イタリアへの移籍を希望する多くのオーストリア出身選手に影響を与えた。オーストリア代表選手としては1978年 FIFA ワールドカップアルゼンチン大会と1982年 FIFA ワールドカップスペイン大会に出場、1978年大会2次リーグ最終戦において、 前回優勝国の西ドイツを3-2で破り、コルドバの奇跡と称賛された一員でもある。また1982年大会、1次リーグ第3戦の西ドイツ戦でもピッチに立っている。1989年に現役引退。指導者としては1990年から FK アウストリアウィーンの監督に就任。1993年からオーストリア。 代表監督に就任し、FIFA ワールドカップ、フランス大会予選を突破し、本大会出場に導き、翌1998年の本大会でも指揮を、取った。2003年11月の UEFA ジュビリーアウォーズの際には、オーストリアサッカー協会から、同国の20世紀最優秀選手に選出され、2005年には、オーストリアの国家勲章を与えられたプロハスカは、 代表監督を辞任してから早々に監督業を引退。現在はオーストリア国営放送のコメンテーターとして活躍している。ありがとうございます。